拠点に活動している3人組チューピットの白色担当葉月なのです。よろしくお願いします。普段は3人で活動していて、私は高校3年生18歳で白色担当しています。趣味は読書と食べることが好きです。今日私のことを少しでも覚えて帰ってくれたら嬉しいです。では次の曲聴いてください。
てもそれが超キュートだって確信してるのはなんだかさ私の運命の人なの特にごめん逆にでも分かるように楽しいよねえねえねえ私の一番
少しお知らせをさせていただきます。12月24日にチューピットとしてここ堀江ゴールディさんにてライブ出演が決定しております。そして27日ライブハウスルミオにてチューピットで出演が決まっております。そして1月26日にはここ堀江ゴールディさんでワンマンライブが決まっておりますので、よかったら遊びに来ていただけると嬉しいです。他 YouTube とか TikTok、Twitter もやってるので、よかったら覗いてみてください。それでは最後の曲聴いてください。お約束の頂点界に歓喜、お猿さんみたいになっちゃう。それがないと始まらない。やっぱ好きなの振り込みのエキスパーもはやマスター。初見でもなぜか踊れちゃう。オタク変わるのもやめられず叫んじゃう。数的もエキスパー緊張はした。90秒に全力の得点回、遊び方は自分で生み出してなんぼだ。まだまだ続け、僕は君のアイドルライフ。歌にボールかぶってすぎて声枯れが当たり前。会があるので、よかったら遊びに来てくれると嬉しいです。以上、チューピットの葉月奈々でした。ありがとうございました。